田康平が準備を始めました。そんなテンション後半になったら抜けた。吉田島にボールが戻ります。斉藤がボールを運ぶ。前線グラウンダーのボールはこれは清水カット。とさついている。さすらいはとさ。牧野キープできるか。清水が奪います。酒井、横山、これはオンサイドです。キーパーの1対1狙ったか。藤枝真吉、選手交代の準備ができた、整ったようです。次のボールデッドで山田康平が入っていくようです。さあボール出ています。とさ、横山ワンタッチ出して、石田、横山、矢部崎を走らせた。矢部崎にはもう本当に思いっきり走ってほしい。吉田、これは清水ボールのスローインになります。後半の30分を経過しました。得点は4対0、藤枝真由 FC が静岡市役所清水をリードしています。ここで選手交代です。33番の土佐豪が下がりまして、32番山田康平が入ります。土佐、今日はいい仕事をしてきましたね。さあ康平、久しぶりの出場ですね。そうですね、頑張ってもらいたいですね。清水ボールスローインです。いや、主審は逆を指しています。これは藤枝ボールです。前足ボールのスローイン、横山、これは清水のカット。斉藤の牧野、酒井からもう一度牧野、斉藤、牧野、これは清水カット。酒井が蹴り出します。清水のスローイン、康平、酒井、牧野、石田、康平、酒井から、これは清水がボールカット、ルーズなボールだった。これはクワッと守るんだよ。いや、今のは危ない場面でした。まあほぼ1点というパターンで、自陣で敵がいるのに迷う声のパス、あれは勘弁してほしい。いや、対馬もベテランの味でよくクリアしてくれました。あそこできっちり来ましたからね。あれはあそこはファールも怖いですからね。はい、ファールにするわけにいかない、ボールに絶対いかなければいけない。さあ清水スローイン、これはオフサイドですね。ええ、後半の33分、清水も選手交代です。11番の村上が入っています。吉田、左サイド小笠原、ちょっとずれた、矢部崎、小笠原が上がっていく。さあその小笠原キープしている、フォロー話題が、これはタッチ終わって藤枝ボールです。
部崎から対馬、対馬ボール運んでいる小笠原、牧野前線へ、これが清水のクリア、公平が、公平のファウルになりますね。入ってます。清水がディフェンスラインでボールをキープ、矢部崎がアタックできるか、吉田ボール前、吉田がカットしている、中盤で吉田から出たボール、公平一旦ディフェンスへ戻す、斉藤から右サイド、牧野、公平上がっていくぞ、前吉ボールです。前吉ボールのスローイン、牧野から横山のファールですね。お、なんかいましたか。タクのことなんで、タクのことなんで、なんか言いそうですね。タクがなんか言ってたんです、ね、言いましたね、今のね、ファウルされたことに対してです、ね、まあ、気性は荒いですからアグレッシブという言い方ができるかもしれませんが、なんかいろんな選手で言ってますよ。いや、31番でもなんか言ってましたね。どう派ですよ。斉藤からのゴール、これはボールを枠を外れています。お、藤枝真由志選手交代の準備をしています。28番の松村義則です。大丈夫なんですか。まだ手術をして1ヶ月ぐらい、ちょっとぐらいですね。松村はどうやら現役復帰です。試合に出れるってことは一応医者からは OK 出てる、出てるんですね。さあ清水が右サイド攻撃にしています。ボールはタッチ終わります。清水ボール、膝の手術を乗り越えて松村が現役復帰です。清水、これは藤枝真由志ボールキープ、横山キープ、横山強いですね。選手交代です。吉田ですね、88番の吉田康弘に変えて選手交代です。藤枝真由志、時間は後半の38分になります。さあ88番吉田に変えて、28番松村義則、手術を乗り越えてピッチに戻ります。さあ藤枝真由志フリックボール出ています。横山、あれはもうそのまま振り抜こうという感じでしたが、相手に当たってしまいましたね。仕方ないですね、あれは。清水のフリーキック、小笠原ヘッドでキーパーに返すが、危ないぞ、これは痛い1点を食らいます。ちょっとバランス崩れましたか。いやですね、ちょっと飛び出すにも怖いエリアではありました。時間は後半の38分ですね。変わって入りましたフォワードの清水、11番村上のゴールです。いや1対1になりましたが、あの1対1の場面、実はこの間の練習試合でもあったんですよね。あ、同じパターンです。はい、ちょっと鉄平の飛び出すタイミング、ちょっと微妙な形でした。ワンテンポ遅れた分、結局相手との周りがなくなってという形ですね。練習試合の記憶が生かされなかったということになります。生かされてないですね、コンビネーションの悪さですね。さあ松村、酒井、